いよいよ発走です。スタートしました。ポンと飛び出したのはソングライ、綺麗なスタートを切りました。13番ソングライ行きました。先手を取ったのはソングライ、並んで11番ウィンカーネリア、青の帽子エイヤ、その後ろ、その外にダビッド、フェーングロッテン、そのうちに続いています。その隣にバラジ、その横にエルトンバローズ、すぐ隣にシュネルバイスター、その後ろからはキングストンボーイ、並んで8番アドマイヤハダル、ジャスティンカフェ、すぐ後ろ並んで9番デューガ、最後方にノースザワールド、各馬がターフの上を駆け抜けていきます。少々スローペース、後方の馬は届くでしょうか。先頭から最後方までおよそ10馬身、よどみのない展開になりました。合計機を通過していきます。この辺りで先頭が変わりました。ダビッド、エイヤ、ほとんど差がありません。間を挟んでソングライ、3番手、4コーナーをカーブして、さあこれからです。ダビッド先頭、1馬身から2馬身引き離す。エイヤ懸命に追いすがります。内からウィンカーエリア、外からソングライン、残り 200m を通過して、一気に後続が襲いかかってきた。ウィンカーエリア抜けた、シュネルマイスターかわす、シュネルマイスター、シュネルマイスター、2着は微妙です。いよいよ発走です。スタートしました。勢いよく飛び出したのはエルトンバローズ、綺麗なスタートを切りました。1番エルトンバローズ行きました。エルトンバローズ先手を取りました。その後ろからはダビッド、ウィンカーネリア、すぐ後ろ青の帽子ウェーングロッテン、その後ろ、その外からエイヤ、その隣にバラジ、シュネルマイスター、そのうちに続いています。その外にキングストンボーイ、その後ろにソングライン、内からはジャスティンカフェ、並んで9番アドマイヤハダル、その横にノースザワールド、しんがりからデューガ、各馬がターフの上を駆け抜けていきます。少々スローペース、後方の馬は届くでしょうか。先頭から最後方までおよそ10馬身、よどみのない展開になりました。各馬大欅を通過。この辺りで先頭が変わりました。ダビット、2番手はエルトンバローズ、間を挟んでフェーングロッテン、3番手、この辺りで後続がぐんぐん追い上げていきます。ダビッド先頭、しかしその差はわずか、粘り込めるか。エルトンバローズ手応えは悪くありません。前を捉えられるか。外からウィンカーエリアン、残り 200m、 ウィンカーエリアン追い上げてきた。ウィンカーエリアン抜けた、ソングライン抜けた、ソングライン先頭だ、ソングライン、ソングライン1着、2着にはどうやらジャスティンカフェ。いよいよ発走です。スタートしました。各馬揃った見事なスタートを切りました。さて何が行くのでしょうか。ウィンカーネリア前に行きそうです。先手を取ったのはウィンカーネリア、すぐ後ろにエイヤ、赤の帽子ダビッド、その後ろ、その後ろからはエルトンバローズ、その外からフェーングロッテン、さらにはバラジ、その後ろにソングライン、その外にキングストンボーイ、並んで8番シュネルマイスター、内からはジャスティンカフェ、その外にノースザワールド、その隣にアドマイヤハダル、最後方にデューガ、各馬がターフの上を駆け抜けていきます。前の方からもう一度見ていきましょう。少々スローペース、後方の馬は届くでしょうか。先頭から最後方までおよそ10馬身、よどみのない展開になりました。この辺りで各馬大欅の向こう側を通過。ここでダビッド先頭に変わりました。2番手はウィンカーネリア、エルトンバローズ、3番手、さあ直線に入りました。これからの勝負、ダビッド先頭、さあウィンカーネリア一気に来た、ダビッド先頭、前に迫るウィンカーネリア、ウィンカーネリア先頭、残り 200m、 エイヤ先頭だ。2番手はウィンカーネリア、エイヤ、ここまでか。ジャスティンカフェ、ジャスティンカフェ1着、2着は微妙です。いよいよ発走です。スタートしました。ウィンカーネリア、これは好スタート、綺麗なスタートを切りました。ダッシュをつけてウィンカーネリア行きました。ウィンカーネリア先手を取りました。その外にダビッド、並んで9番エルトンバローズ、エイヤ、そのうちに続いています。その外からフェーングロッテン、その隣にバラジ、内からはソングライン、赤の帽子シュネルマイスター、その後ろ、その外にキングストンボーイ、アドマイヤハダル、すぐ後ろ並んで8番ノースザワールド、内からはジャスティンカフェ、しんがりからデューガ、各馬がターフの上を駆け抜けていきます。もう一度先頭に戻りましょう。これはスローペースになりました。追い込み勢には辛い展開です。先頭から最後方までおよそ10馬身、よどみのない展開になりました。先頭は依然としてウィンカーネリア、2番手はエルトンバローズ、エイヤ、3番手、
後続も追い上げていきます。さあ先頭はウィンカーメリアン、第4コーナーをカーブして、さあ直線コースに入りました。ウィンカーメリアン先頭、しかしその差はわずか。ここが踏ん張りどころ。シュネルマイスター先頭を捉えるか。残り 200m、 シュネルマイスター追い上げてきた。シュネルマイスター抜けた。2番手はエーリア、シュネルマイスター、シュネルマイスター1着、2着にはどうやらエーリア、3着にダビット。いよいよ発走です。スタートしました。好スタートを決めたのはソングライン、ペーングロッテ。この馬も好スタートを切りました。ダッシュをつけてペーングロッテ行きました。先手を取ったのはソングライン、その外からダビット、その隣にウィンカーメリアン、すぐ後ろにエーリア、エルトンバローズ、そのうちに続いています。その外にバラジ、その後ろからはジャスティンカフェ、青の帽子、シュネルマイスター、その後ろノースザワールド、すぐ後ろ並んで2番アドマイヤハダグ、すぐ隣にキングストンボーイ、しんがりからジュガ、各馬がターフの上を駆け抜けていきます。少々スローペース、後方の馬は届くでしょうか。先頭から最後方までおよそ10馬身、よどみのない展開になりました。各馬大欅を通過。ここでペーングロッテ先頭に変わりました。2番手はエーニャ、ソングライン、3番手後続集団も追い上げにかかります。さあいよいよ直線の攻防、ペーングロッテ先頭、さあエーニャ一気に来た。外からウィンカーレリアン、ペーングロッテ先頭、外から勢いよくウィンカーレリアン、残り 200m、 ウィンカーレリアン先頭だ。残りわずか、ゴール前最後の攻防、2番手はエーニャ、ウィンカーレリアン、ウィンカーレリアン